いらっしゃいませ。そうですね、世界各国から集めた輸入壁紙を取り扱っているショールームです。はい、どうぞ。はい、そうですね、基本的には輸入のものしか取り扱わないということですね。大まかに言うとやっぱりデザイン性が違うものでして、やっぱりこう奇抜なデザインだったりとか色使いが特徴的になってます。やっぱり海外ですと、その海外のアーティストさんが手掛ける壁紙だったりっていうのがありますので、その人の個人のこう思いだったりこうデザインだったりっていうのが反映されるため、そういうデザインが多いですね。これはあのカタログでございまして、これだけの数がかなりありますので、はい、中でもこちらとこちらが、これですとオランダの家具デザイナーのピート・ヘリンクという方が手掛けている壁紙でして、主に廃材を使った壁紙ですね。そのまま本物の廃材をそのまま最新のスキャナーに取り込んで作られているので、これだけ近くに寄っていただいてもかなり本物っぽく見えるというのが特徴的です。そうですね、かなり人気なものでして、今店頭でも使っているものはほとんどピート・ヘリンクの壁紙ですね。これも実は壁紙なんですよ。木じゃないですね、木っぽく見えるんですけど、これぐらいのクオリティは出るのでかなりおすすめです。こちらの壁紙であれば今店頭にもご用意があるんですが、基本的カタログですとやっぱり取り寄せになりますので1ヶ月ほどお時間いただきますね。そうなんです、待ってる間もこういろいろと壁紙を選んで、で家具とかも取り揃えるっていうので楽しんでいただければと思います。もちろん貼ってますよ、すごい簡単に貼れるので、もしよかったら真ん中のパネルでご案内もできるので、はい、こんな風に貼って剥がすこともできますので、テレパラって本当にマジックテープを剥がすみたいに剥がれますね。この部分ですね、はい、そうですね、触っていただくと多少ザラつきは残りますので、あとは水拭きをしていただければ完全に元の状態には戻すことはできます。はい、どうぞこちらで。はい、じゃあこちら今回使っていただく道具のものなんですが、こちらが糊になってまして、一度中身こういう状態の粉糊になっております。でこれをまず水に溶いていただくんですが、溶いていただきますとこういう中間掛け状の液状の糊になりますので、これを使っていただくというところですね。本当にさらっとしたような液状の糊でございます。で今回ご案内するのが裏地不織布ってタイプの壁紙ですの で不織布の場合ですと、最初壁の方に糊を塗っていただきます。そうですね、あの化学繊維とかが入った素材になってますので、わざわざ壁紙の裏地ではなくて壁の方に塗れますね。でたっぷりめにすくっていただいて、まず大まかな面をローラーでこの通り塗っていただきます。で大体の塗りの目安にはなるんですが、なぞっていただいた時これぐらいですね、しっかりと跡がつくぐらい厚めに塗っていただくのがポイントです。であとは大まかな面塗り終わりましたら、やっぱりローラーって細かい部分入らないので、そういう場合はハケを使ってしっかりと四隅も押さえていただければと思います。糊があまりにも薄すぎますと後々剥がれたりという原因になってきますので、気持ち厚めに塗っていただければ剥がれる心配はないので、厚め厚めで均等にならしていただければと思います。こういう形ですね、はい、であとはお好きな壁紙を貼るだけなんですが、まず最初にですね、柄の向きを見ていただきます。たまにやっぱ輸入の壁紙ですとどうしても柄向き逆の場合がありますので、そういう場合は一度巻き戻しをかけていただいて正しい向きに揃えていただくっていうのが一つポイントですね。
こちらですとそのままが上になりまして、レンガの特徴なんですが下に影が入るようになっているのがそのまま上向きになる。ちょっと分かりづらいんですけど、でそうしましたら一度ロールを床に置いていただいて、でそのまま上に引っ張り上げながら貼っていただければと思います。でそして端っこは最初揃えていただきまして、ここの端は揃えます。であとは壁紙の貼り方としましては、端を揃えましたら上下の方が3センチから5センチほど少し遊びを持たせて貼っていただくのがポイントですね。で最終的にここの遊びを持たせたところをカットしていただいて枠内に埋めていただくっていうのが施工になっています。であとは下も長い状態ですと施工しづらいので、一度下も3センチから5センチにてカットを入れます。この段階で失敗した場合ですと、例えばくしゃってなった場合も一度また剥がしていただいて、また同じように貼ることはできるんです。糊が乾く前であれば何度も貼ったり剥がしたりはできるので、それでつどつど調整をしていただければと思います。大体ですとそのまま壁紙が貼ってない状態だと1時間ぐらいですね。で上から壁紙が貼ってある状態ですと2日ぐらい最大です。で続きまして、この通り貼りましたらまだ中に空気が入ってますので、これを抜いていきます。でその際使うのがこの慣れ刷毛というブラシですね。でこの慣れ刷毛の使い方なんですが、まず壁の真ん中、高さ問わず必ず真ん中を一度横に抜いていただきます。しっかりと押さえていただく。でそうしましたら、あとはここの真ん中を基準にしていただいて、下に入っているのは下向きに、上に入っている空気は上向きに抜いていただきますと、この通りきれいにぴったりと空気が抜けますので、これが一つポイントでございます。で、刷毛を使って空気を抜き終わりました。あとはここをカットしていくんですが、その前にですね、まだここの角っこのところと辺の部分が角まで壁紙が完全に入ってない状態ですので、続いてこれを入れ込んでいきます。で、その入れ込む際に使うのがこの竹べらっていう道具ですね。で、この竹べら先端がこう尖ってはいるんですが、ここではなくてここの辺の部分を使って入れ込んでいきます。で、どう使うかと言いますと、もうそのまま辺の部分を角に当ててピッと線を引っ張るようにして抜いていただくっていうのがポイントです。この通りしっかりと入れ込んでいただく状態ですね。で、下も同じく角のところを見てしっかりと入れ込んでいただく。で結局ここの癖をつけたところが後々カットラインになりますので、大変カットがしやすくなりますので、ちょっと忘れがちなんですが、必ずやっていただくと後々の施工の綺麗な美しい仕上がりに関わってきますので、しっかりとやっていただければと思います。尖ったところを使ってしまってもいいんですけども、どうしても傷がつきやすいんですね。なので穴が開いたり傷がついたりすると残念な形になりますので、必ず辺の部分を使っていただくっていうのがポイントです。はい、であとは壁紙を1針2針3針と貼り詰めていくんですが、必ずと言っていいほど最後の幅目は横がこの通り余ります。で横が余るとなりますと、ここの角の処理が入ります。で角の処理、なおさらここの尖った部分を使ってやりたくはなるんですけども、そうすると確実に穴が開いてます。なので一度ですね、横を癖をつけていただきまして、パタンとそのまま内側に折りたたみます。でここで一つポイントなのは、ここの部分必ず揃えていただいて、この通りぴったりと。で揃えていただいた上で、ここのところですね、2枚同時に竹べらでしっかりと押し込んでいただくと、この通りきれいに角がぴったりと入る。これで角の処理を行っていただければと思います。であとはここのところ癖付け終わりました。次にようやくカットに入るんですが、カットの際使うのはもちろんこのカッターと、あとどうしてもフリーハンドで切れないので、このカッターガイドのジベラが付いてます。安心して切っていただけます。でジベラの向きが実はありまして、これを見ていただくと分かるんですが、尖ったところとあと丸角になっている部分がございます。丸角ですね、くるっと
基本的にはこの尖ったところは角に当てていただいて、で進行方向を丸角向けて切っていただきます。どういうことかと言いますと、この通り角を見て角を刺す、で進行方向を丸角向けていただきます、はい、でこの状態で当てましたら、ジベラはもう力強く押してください。どうしてもこれがずれますとカットラインがずれて隙間とか起きやすくなりますので、であとは上からですね、カッターを4目盛りぐらい長めに気持ち出していただいて、必ず上から当てて、そして角から切っていきます。この通りで角の方切りづらい、何度かカッターを入れていただければと思いますの で角のカットを確認した上で次のところを向かっていきます。でここまで来ましたらずらしていただいて、でまたずらす。そうしますとこの通り綺麗にぴったりと切れますので、そうですね、左利きです。なので右利き左利きでもカットする場所が違ってきますので、私やりづらいのはこっちからなんですが、右利きの方であればこっちからでもどちらからでも切っていただければと思います。やりやすい方向でやっていただくのが一番いいので、しっかりとジグラーグッと押し込んでカッターで綺麗に切っていただければ、そんなに曲がったりっていうのはないので、この通り綺麗に貼っていただくことはできるかなと思います。そうですね、そうですね、パネルを使ってご案内しますので、こちらのちっちゃいパネルであれば予約は不要でして、定期的にワークショップも行っているんですが、そうしますと事前予約ネットの方でいただければと思います。そうですね、あとお部屋のお写真とか、あとお部屋のサイズとかがあれば、数量だったりコーディネートのご案内もできますので、はい、ありがとうございます。